やハロー、どうもこんにちは、現在8月22日日曜15時36分です。はい、うちの母仕事に行きましたんで、さあ今からキルラキル7話ですね。もう早見たかったんですけどね。はい、今からやっと見れるぜってことで行きたいと思います。はい、自己紹介。はい、僕はマジラ上下にハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンで叩く世界唯一の技の持ち主。テレビには25回ぐらい出ました。で、この本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン、大道芸にパフォーマーやってます。やればできる、諦めない。これを伝えたくて、主に、子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で1年半ほどイベントがなく、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ減ってます。ずっと家にいます。なので、その間にアニメにハマってですね、現在約1年5ヶ月で、約410作品ほどですね、見てまいりまして、気づけばアニメリアク職人と名乗りリアクターやってますが、リアクターとしてはでかいハンデがあって、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家ですが、2017年の9月にですね、東京にいた王冠、いろいろありまして、ちょっと一人暮らしできなくなってね、向こうで。で、我が家に来ました。で、条件としてはですね、僕は世帯主なんで、もちろん家賃、光熱費、などは僕が払ってます。今もね。で、食費とその他は払ってくれという条件のもと、母はうちで住んでます。なので、こうやってね、部屋にいてない時しか声を出してリアクションできません。いる時、基本的にはできません。寝てる時、声ちっちゃなります。はい、そういったハンデがあるんですけども、まあ、やればできる、諦めない、伝えたくて、会社員辞めてね。パフォーマーになりましたんで、今はもうね、アニメリアクターをガチで真剣にやってますんでね、試行錯誤を凝らしてやってます。一生懸命やってます。なのでね、やればできる、諦めない、これをね、皆さんに感じ取っていただけるように気合と根性でアニメ見てますんでね、よかったら応援していってください。はい、あとは概要欄に僕のホームページ、 SNS 各種 PV 貼ってますんで、ぜひ大道芸人としての僕を知ってください。はい、僕のショーを見てね、すっごい喜んでくれてる子供たちの反応、めっちゃ可愛いです。あとは世界唯一の僕の技、ぜひ見てください。お願いいたします。はい、では行きましょう。 D アニメストアにてキルラキルの第7話ですね。3、2、1、スタート。あれ、ちょっと待って、動かへん、なんでや、ごめんなさい、もう一回やらせてください。3、2、1、スタート。よし、 OK。マコの家のあれはね、食卓が これコロッケなの。これコロッケに見えへんねんけどね。タコの足で全然。お風呂覗くんかな。そうか、家族と一緒の食事知らんねえや、リュウコは。謎を言いとるな。ガッツまで。憎みきれない、ろくでなし。はい、オープニングです。マコの家、ドラム缶風呂なんやな、ほんで。そうか、リュウコは母ちゃんが早く死んで、寄宿舎付きの学校に入れられたから、家族と過ごす時間がなかったと。なんかこれがすでに後にええ話になってきそうな気するな。いや、あの6話の佐渚山か、すさまじかったな。自分で目つぶすとはね。なんかそういうのあったな。ちょっとちゃうけど、あの北斗の拳のシャチかな、シャチが確か自分の目玉をね、あれ誰やったっけな、北斗龍拳の誰に渡したっけな、あれもなんでやったかな。ちょっと北斗の拳昔好きでめちゃめちゃ見てたんですけどね、もう10年以上見てないので、10年で済むかな。
シャチがだから北斗龍拳の誰だっけ、忘れたな。なんか自分の目渡しをるんですよね。そこからシャチは元旦になったんですけども、なんかそれを思い起こさせる話だったなと、6話は。で結局まあさなぎはまあね、最後あのお茶をごちそうしようというのにね、なんか全身が研ぎ澄まされたことにより猫舌になっちまったんだって、かっこいいこと言うやんけと思ってね。7話です。はい、 A パートです。弁当箱すごく大事やん。あ、誰？ジャックナイト。投げないフブじゃないねん。そうか、常に狙われてねんな。繊維喪失。一発で繊維喪失。マコがナイフで飯食っとったぞ。な、これ軟禁玉すだね。かげろうかげさぶ、何軟禁玉すだレベルって。綱渡り部じゃないね。渡りますよって。曲ゲーム。さあな、部長増やす言ってたもんな、6話で。なるほどね。そうやな、星の数でなんかその貧富の差が決まる言ってたもんな。喧嘩部。喧嘩部部長又井流子。あ、さつきか。認めんのかい。書類まみれやんけ。マコに振ったぞ。グラハママイム。フォークダンス部って本で。ハハハハハハ。繊維喪失。
早朝会議寝とる。トーゲームね、役ならマグカップもちゃうねんから。あれ、マコの家マンションになった。表闇ちゃってないね。シャワートイレ。そうか、一つ星になったんやね、マコは。メンチカツ。もう風呂覗くん定番なんやね、これ。いい生活になったね、いきなり。卓球部か。ふぐはら愛染校。折って畳む折り紙部部長。これ B パートかな。めっちゃええ生活だってじゃん。ステーキ食ってる。いや、お母さんの髪型。あれ、なんか龍子が孤立してへん、これ。何でマコのこのグラさんは。これ父ちゃんのキンキラのなんか銅像はないやね、これ。違うな、これは違うな。プロレスかな、これ。
ドンペリ。なるほど。父ちゃんはキャバクラ、母ちゃんはホストね。ガディバ。ガッツまで。なんやねん、サツキの目論見は何なんこれ。優子が結局飯一人で食ってんのねこれ。覗きもない。なんかマコが変わりはずだな。ん？マコに果たし状か。あ、退部届け。なんか飛んできたぞ。ほう、あ、龍子と戦いちゅうの？おお、そういうことか。そういう狙いか。マジか、マコと戦うんかい。まさかの展開やなこれ。マコが躊躇ないな。あれ？いや見るんかい。
なるほど、豚どもか。解いたぞ。いやいや、龍子ボッコボコやん。夕方になったぞ。止まった。止めてほしかったんか、尼子は。逆切れ。涙の量。地面破壊した。戦意喪失。わ、特殊エンディングや。花火やで。スライディング土下座。
あ、スラム街に戻ってきた。解散総選挙。ええー、話やったな。ちょっと、もう累戦3、4割来ましたね。いい話やった。なんかその欲望が破滅を招く豚どもだと。なんか考えさせられますね。貧乏が必ずしも悪いことではない。まあだから、あいつはほんまに、真面目な話ね。貧乏でも幸せな人は幸せですもんね。シンプルな話になりますけども。なんかその、何?マコが本気の攻撃をしてなかったから受け続けてたっていう、リュウコの気合もいいですね。左目ボコの。ね、2000年の天龍源一郎対神取忍の神取忍さんみたいになってましたけど、こっちの目が。いやー、もうシンプルにいい話ですよ、ほんまに。あとやっぱ欲にまみれていく姿は見とうないですね、この人たちがね、この父ちゃん、母ちゃんたちが。で、また龍子もいつも覗かれてね、ぶっ飛ばしてんのに、覗きに来てないことを残念がる姿とかもね、めっちゃ良かった。何もかもが、だから龍子にとっては楽しかったってことですよね、覗かれることですら。ね、その母ちゃんが、早くに死んで、寄宿学校付きの学校に入れられたから家族との時間が全くなかったと。まさかね、なんかわけのわからんものを、なんちゃっけ、コロッケにしたものがものすごくうまいと。なんか見た目グロいけど食いとうなってきましたわ、あれ。特に魚の顔面出てるやつとかは ちょっとなんやねんと思いますけどね。いやー、よかった。まあ、多分これね、視聴者の皆様も、満漢食家が穴井、こう金持ちになっていく姿は見とうないでしょうね、あれは。どう言いたいんかな。せめてまだ一つ星までかな、言ってて。いや、良かったです。非常に良かったです。なんか、余韻に浸ってます。まあ、この涙の量というか、何一粒のでかさ。もう一粒で紙コップ一杯なるぐらいのでかさでしたね。まあそういう表現がまたこのキルラキルのええとこなんでしょうね。いや、よかった。そのかつてね、じゃ僕の記憶違いかもしれませんけども、ハローワールドという、ね、映画が一昨年9月19日やったかな、公開されて、まあ、宇治が出てくるんで、CM 見て、うわ、宇治出てるやん思って、プレミアム試写会応募したら当たって、行ったんですけどね、浜辺美波さんと、北村匠海さんとね、松坂桃李さん目の前歩いてましたけど、まあその動画もアップしてますけどね、1分だけ撮っていいと、動画アップも OK っていう時間があったんで、ほんで、その時の、確かその時やったと思うんですよね、監督に、なんかこう、アニメってなんでこうなのみたいな質問タイムがあって、アニメの、キャラが流す涙の量が半端ない。
とか粒がでかいのはなぜですかっていうのが、それがアニメならではの表現であり、その粒のでかさがその感情のでかさを表すシンプルな、まあ、表現方法やということを言ってはったんで、ああそうなんや思って、まだその時ってアニメ見始めてすぐやったんで、 UFO しか見てなかった頃なんでね、あなるほど、あの今まで見てきたアニメの中の粒のでかさナンバーワンですわこれ。うん、いやまあ良かったです、すみません、と長尾と喋ってしまいましたけどもね。はい、ということで、キルラキル第7話でした。めっちゃ良かったです。はい、どうもありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録などお願いいたします。以上、マジラジオ芸人浜田でした。では。